第32回ユーロビジョンソングコンテストは1987年5月9日にベルギーの首都ブリュッセルパレ・ドゥ・サントネールで開催された。制作は RTV 界ベルギーフランス語共同体放送。プレゼンターはベルギーを拠点として活動する歌手ビクター・ラズロで英英仏に過酷語を使用。開催日がシューマン宣言をしたヨーロッパの日であることから、 後に、欧州連合に発展していった欧州石炭、鉄鋼共同体の37周年の日に、ブリュッセルで開催されるイギーコール平和への願いを込め、欧州の未来のために、誕生日をめでとう。と語り開会の辞とした。放送時間約3時間。一行エブ欧州放送連合は、放送時間3時間以内に制限した。同大会には、王室ファミリーアルベール皇太子と、パオラヒが、 出席観覧された。参加国過去に参加経験のある不参加国ベルギーは、ブリュッセルを境に、オランダ語圏のフランデレン地域と、フランス語圏のワロン地域があり、しばしば意見が対立する。公共放送もそれぞれの地域を対象に別法人の二者体制になっている。同大会の開催にあたっては、当初、RTB 会ベルギーフランス語共同体放送と、 BRT ベルギー放送の共同制作が予定されていた。しかし、両社間でプレゼンターやインターミッションの演技等で意見が対立。調整がつかなかったため、RTBF の単独制作になった。これは、前年度の優勝者であるサンドラ・キムがフランス語圏の代表だったためで、今大会のベルギー代表は、BRT の単独選考したオランダ語圏の代表となった。 ベルギー代表は言語ルールが1999年に撤廃されるまではフランス語圏とオランダ語圏がほぼ交互に選出されている。RTBF は単独で必要な資金を確保しなければならなかった。そのために公共放送局が広告で収入が得られるよう法改正する必要にも迫られた。結果としてスポンサーを全面に出しての史上初の大会となった。 ギリシャ、イタリアの復帰により2増で22カ国となった。エブは22を最大として、これ以上は増やさない方針を決めた。以下3カ参加国の出場回数及び、中継テレビ局一覧内数字は、参加回数不出場ながら中継放送を実施した、局、TVP ポーランドテレビゴルバジョフ大統領の指揮下で、ペレストロイカを進めていたソビエト連邦でも、参加する考えがあり、 代表として、バレリー・レオン TF の名前まで上がっていたという。しかし、西側の商業主義のイベントへの参加は当時としては、時期尚早という理由から見送りになったということが、元政府官僚により2009年に明らかにされた。なお、放送も録画で6月4日の遅れネットとなった。ロシアの初参加は、ソ連が崩壊し、エブ加盟後の1994年から、変更なし。 各国の審査員が気に入った他国の10曲に投票。お気に入り順22、1 0 8から1点として採点。演目終了後、国際電話で繋がれた各曲のスポークスマンが出場順に口頭で発表。プレゼンターが副賞確認し、スコアボードに加算された。アイルランド代表、ジョニー・ローガンが、ホールド・ミー・ナウを歌いで2度目の優勝となった。 彼は2回の出場で2回とも優勝したは、唯一のアーティストで、他の年度の出場者のために、曲も提供しているため、ミスターユーロビジョンと呼ばれるようになった。言語帳イコールデンマーク語、カオルイコールフィンランド語、ヒイイコールヘブライ語、アワーズイコール、クロアチア語、コーリーイコールアイスランド語、ランイコール、オランダ語、ウベイコール、ノルウェー語、テンイコールスウェーデン語、エーイイイコール英語。 イコール、イタリア語、キーコールギリシャ語、西イコールスペイン語、ドクイコールドイツ語、土イコール、トルコ語、フッツイコール、フランス語、ホイコール、ポルトガル語イコール級タイトル商品名が入っていたため、エブの規定により解題となった。以下の表は、最高得点である12点がそれぞれどの国からどの国に与えられたかを示す。 各曲の歌詞については以下を参照のことである、スラッシュ英語版、フランス語版、ロシア語版。ありがとうございます。